はい、プチ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 。何食べてんの？何それ？バッグ。バッグでーす。いいわけで。バッグでーす。髪の毛ボサボサになっちゃったよ。やり直す？ボサボサになった。やだよ。ちょっとだけここ座って。このやり方、ベッドサンド、ヤクルト、スプーン。見たことなさ。おはようございます。というわけでコストコ購入品紹介。めちゃめちゃ久しぶりにコストコ購入品紹介から撮ると思うけど、実はね、普通に日用品の買い物はね、大体コストコに行ってる。ただ毎回ね、あ、じゃあこれ動画撮ろうっつって日数開けると俺ら撮らないっていうねっていうのに気づいたので、もう次の日ぐらいに、あ、次の日ぐらいか。なので紹介していきます。ピタ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 。はい、じゃあしないぐらい。え、全然2万円ぐらいだったよ。あ、2万円だった。うん、2万円だ。2万円ちょっとだったと思います。はい。でも大体いつも買うものは決まってて、このトイレットペーパーと、あとキッチンペーパーと箱ティッシュがなくなったらコストコに行くっていう感じなんですけど、だからここら辺はよく紹介してます。でも今回新しく買ったのはクリームチーズだっけ、キリスティックと、桃、山梨県産の桃と、あとマンゴージュースを今回は新しく買ったの。レシート持ってる？レシートあると思う。と、あとこういうマスクとか、めっちゃなんかボコボコだけど、なんか新しく買ったものはこの辺かな。じゃあ一番上からいってくよ。OK。 ティッシュ、トイレットペーパー、 KS バス、ティッシュ、ティッシュ、トイレットペーパー、これ。うん。じゃあまずこれ、まあこれはコストコ行ったら大体買うであろうトイレットペーパー。これは2000円ですね。で、これが結構持ちます。何ヶ月ぐらい持つかな。余裕で3ヶ月は持つ。だいぶ、もうなくなった買いに行こうと思ったら、なんか大体棚の奥にいるよね。そう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 、延々と。そうで、これね、ふわふわでめっちゃいいんですよ。ただなんか詰まったりする時があるんでしょ。うん、まあトイレによっては詰まるかもしれないって言われてるよね。次、オロナミン C 30本入り、これです。これが1998円、2000円ですね。よし、飲み終わったぜ。続いてスターバックスの60パックのコーヒーが、1個4000が2個。あ、そんな高いの？え、これ4000すんの？2個、1個2000円でしょ。でも60パックで、まあ、30個入りだから、まあ30個で4000円って、まあちょっと高いね。嘘、見して見して、そんなはずない。2000円だよ。スターバックス40パック2個。ほんとだ、1個3980円。これ4000円する。まあでも普通にもう何、スタバの味っていうか美味しいよね。そう、そうなの。後ろのなんだっけ、ウォーターサーバーにコーヒーのやつがついてるんだけど、それ用のやつ。これ結構でもすぐなくなるよね。なんでマスクもあるの？マスクも買ったから。はい、じゃあ行くよ。じゃあ次はマンゴースムージー取ってきます。スムージーじゃないよ、あれ。マンゴースムージー。でも四角くに着くのね。うん、でもここに着ないで。確かに。うん、はい、
まあこれ今ね1個しかないけど、これね2個入りのやつで、はい、飛行機見たよ。これ2個入りのやつなんだけど、まあ今1個になってて、ありがとう。これね、1000円です。ブリブリです。ブリブリ、マスク、ね、違うか。マスク運んでる。じゃあ1本500円ですね。美味しかった。まだ飲んでない。ね、私はまだ飲んでない。トレイルミックス。これか。これ。これはちょっと見て。じゃーん。これです。ルナの台の後だね。これはなんかレジの近くにあって、なんかこれ見た、今まで見たことないと思って、スナックパックで、ね、ピーナッツ、M&M のチョコレート、あと何？アーモンド、カシューナッツ、そう、小分けにして子供たちと食べれたらいいなと思ったので、こちら買いました。で、ルイとルナが今食べたがってるから、ちょっと開けてみる。はい、これです。これです。これ、これ。ね、いつもさ、モニターなんでね、こっち、これ、ここ。落とさないでね。そう、超いいでしょう。はい、続いて。おいしい！よかったね。おいしい！ピー&スティック。8パックが2個入りが850円だから1個400円ぐらい。これはルイが好きで、ルイが買って買ってって言って買わされたやつ。毎回言うやつ。クリネックスティッシュ。これですね。これですね。これは10箱入りで600円くらい。なんと640円。安い。いや、なんかね、これね、でもさ、1箱数十円でしょ。それ安くない？わからん。バリラス、バリラスパゲッティ。これ超可愛いから買ったの、これ。あ、それスパゲッティだった。パスタ見える？これ噛んで、これ可愛くない？なんか終わった後もさ、パスタこれに入れようって思って買ったの。最近そうでもないけど、結構前はよくパスタ、子供たちがすごい好きだから。可愛くないこれね。これいくら？おしゃれだね。それが1200円。クロレッツオリジナルミントビッグ。イエー、取れた。これはガムだ。車に置いてあって、まあなくなったから買った。これ、これ878円するの？だから、でもあれ900円くらいするよね、普通に。あ、そうなんだ、うん。次、シーズナルバンチ。何それ？何それ？知らんもの入ってんだけど。シーズナル、あ、これ、あ、これ、ウルトラ何？シーズナルバンチ、シーズナルバンチ、500円。え？怖い。この中にシーズナルバンチ500円が入ってます。え、なんだろう、シーズナル甘い。はい、目にせずプチパン。あ、それはママにあげたやつ。なんかブラジルのパンみたいなやつ。そうそう、こんくらいの小さいフランスパンみたいなやつ。あれ美味しいよね、トーストすると。あれ450円。コストコのさ、パンとかってさ、すごい賞味期限、うん、短いよね。めっちゃ早いね。だからうちいつもなんか買うのやめちゃいます。はい、次はミニセズミニパン、50円。マイクロファイバー36パック。これですね、車用の洗車のやつ。オートバックスとか行ってもね、5枚入りとかしかないから、いつもコストコで買ってんだけど、36個入り。まあ、大体さ、誰かが来るとさ、え、ちょっともらっていい？誰かっていうか、パパね。ちょっともらっていい？ママのパパね。まあ全然いいけどね。めっちゃもらってくの、ママ。結構もらってくね。いや、でも5枚ぐらい。本当？桃一箱、うん、それがさっき言った山梨県産の桃がすごい美味しかったです。5個入ってるんですね、うん、こんな大きい。あ、待って、まずこのタオルが1800円です。これおすすめだよ。36枚入ってる、だから1枚50円とか。これジョンのおすすめだよね、うん。で、桃も同じで1800円。5個で1800円。そう、毎年割と桃狩り行ったりとかしてたんだけど、今年はちょっとコロナがあるから山梨の美味しい桃を食べれて嬉しかったわ。次は肌思いオーガニック、これ480円。女子の皆さん、これ超おすすめです。ソフィーから出てる、このオーガニックコットンのナプキンなんですけど、
私はこれが出てからずっとこれを使ってるの。なんかやっぱりオーガニックのものとかを使った方が生理痛が和らぐっていう噂を聞いて、まあ本当か分かんないけど、確かに生理痛はまあいいや。そう、私大好きだから、これいつもコストコに売ってないのにたまたま売ってて超嬉しかった。これいくら？1480円です。さっき言った50円って多分ストアクーポンってやつだ。あ、クーポンが引かれたのね。これも肌思い200円のマイナスされてる。へえ。次、ボクサーブリーフ。あ、パンツ。俺のボクサーパンツですね、はい、1500円。 4枚入って1500円。なんだこれ。あ、マスク。マスク、これ1390円。これね、30枚入り。うん、このマスクさ、小分けになっててめっちゃいい。なんかマスクしてない人とかがさ、街にいた時にさ、あげる。あげることもさ、使ってね。こういう風に小分けにされてたらできるよね。で、私のマスク、小さめのマスクが好きなんですよ。マスクを普通のじゃなくて小さめ。だから、なかなかね、小さめが売ってないの。超嬉しかった、これ。はい、いくら？1390円。です。ああ、ゴミ袋ね。生産ガロンって書いてある。ガロン？うん。これです。あ、2200円。はい。で、最後にバウンティーダブル。これですね。キッチンペーパーです。ああ、これもね、使えるよね。そうそうそう。ぐらいかな。うん。終わり？はい、で、トータルで？ 33,420円。です。ここで、チャリンっていう効果音。今回は幕張倉庫店に行きました。あそこめっちゃいいよ ね、 ね、あそこ2階建てで、そう、見やすい。なんか一番多い気がする。うん、わかる。服とかもなんか多い気がする。うん、しかもなんかあんま混まないかイメージあるけど、どうなんだろう。あ、確かにそうかもね。あんま一番混んでるのは多摩境店。うん、あそこめっちゃ混んでるよね。東京で行ったら幕張、多摩境、多分川崎、川崎か、のコストコもあるか。川崎も結構なんかいるよね。うん、だからみんな幕張結構おすすめかも。そう、しかもなんかフードコートが外にあるから、あれはなんかカード持ってない人でも買えるのね。そうそうそう、だからそこがちょっと混んでる。でもなんか外で食べれて新鮮だよ。はい、こんな感じで、私結構このこれがおすすめ。このお菓子のやつ美味しい。なんかしょっぱいのと甘いのが混ざってて美味しい。なんかあんま日本にはない感じで、と個人的にこれが嬉しかった。ナプキンね。以上です。で、必ず買うものは、必ず買うもの、これとトイレットペーパーと、とキッチンペーパーと、あとこのゴミ袋はうちのゴミ箱に合うので、これと、で最近はもうこれだね。コーヒーなくなったら絶対買ってるね。そう、これはさ、あんまね売ってないんだよね。ないね、ちっちゃいのしかない。6個入りとかしかないから。そうそうそう、こんくらいの箱出てるんですよ。そう、これ30個飲めるから、ね、で、これがあるとマジでスタバ行かなくていいから、うん、余計に外出る必要ない。スタバっていっぱい500円も600円するんだね。まあ、コーヒーとかだと結構安いけど、だとしてもいいよね、家で、うん、何時でも飲めるっていうのがいいです。はい、では最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのコストコのおすすめも知りたいけど、コメントできるのかな。最近ね、私たちインスタのリールをめっちゃやってるので、そちらもよかったらチェックしてみてください。 TikTok もやってます。ではバイビー。次は洋服紹介をマナちゃんが撮るみたいなので、そっちも見ててね。何の洋服？ザラとか、あ、なんかいろいろ買った。ルイトルネの服とマナ、プチプラ系。うん、バイバーイ。バイビー。See it in your tired eyes. Sad to see. I just still have more to go.